はい、横さん、はい、横田です、はい、もう今回最初からもう古山さん来てください。わかりました、来ました、はい、たがりだったりって来ました、はい、はい、ルールの勉強ですね、ルールの勉強、はい、ちょっと状況まだ映してないんですけど、いいですか、はい、これです、これ、はい、で実際僕がこれは古山さんを呼んだの、そういうこと、八本松何年前だろうね、広島オープン、そう、広島オープン、はい、これは広島オープンか、はい、はい、このシチュエーション見てください、はい、あのピンの位置、ピンの位置、はい、これは、ね、状況的にはカート道路の中の水たまりに入ってる、はい、水たまり、そうです、はい、ちょっと後ろから見てくださいね、これ、はい、この状況で、はいはい、打ってここが、そういうことですね、あちらでございます、はあはあはあ、これ呼ばれたんですよ、呼ばれた、そう、はい、でその時横田プロ覚えてますか、これどうしたか、忘れちゃった、忘れた、でね、これ道路の救済だったらどこになります、まあまあこっちでしょ、ここら辺から、そう、変なこれライですよね、ライです、こ、はいはい、んなところでドロップしても、はいはい、横田プロはね、まあもっとね結局、はい、あのラフが深かったんですよ、深かった、そう、はい、めっちゃ深くて、深くて全然打てないのか、打てない、うん、本当はねもっと逆傾斜がめちゃくちゃ打てない傾斜、はい、でこの時に横田プロ何したか覚えてますか、カジュアルでこのここにドロップできないのかって聞いたんですよ、そういうことなんですよ、一時的な水たまり、今はそう、昔はカジュアルウォーター、そう、まあ、横田プロのほらねアプローチの技術って相当じゃないですか、うん、もうこんなところからなんかこっちの方が全然いいわけですよ、あ、うん、ここがもしラフで左足下がりだったら、そう、めちゃくちゃこんなライで、うん、もっちゃもちゃで、うん、とても打てる状況じゃなかった、うん、だとしたらこっから打った方が、ここでまずカジュアルドロップしたいですね、そういうこと、一時的な水溜まり、そういうことなんです、だからこれもね一時的な水溜まり、そういうことなんですよ、うん、だからここからまあその当時で言えばそうもないけど、まあ上も一緒ですけど、そう、起点つけてこの道路上にドロップして、ドロップした、うん、そうなんですよ、もう何が何でも少ない打数で上がろうとしてるんで、そう、うん、ね、うん、それはねやっぱりこの試合中にそれを判断できるって素晴らしいと、本当にすごいね、すごい、で今でも大丈夫、それは今でもこれ間違いない、え、じゃあ古山さん、古山さん、はいはい、これがこの状況だとちょっと有利に働かないことの方が多いかもしれないですけど、はい、その、はい、一時的な水たまりでカート道路上に救済を受けました、はい、そっからさらにカート道路の救済はグッドクエスチョンいやもうためたためたこれでね、これで、そう、いやここで、うん、ここでまた、またカジュアルに入ったとするでしょ、また、はい、カジュアルに入りました、またカジュアルに入ります、うん、あ、またカジュアルです、はいはい、カジュアルですね、じゃあ置いてください、はいはい、置いてください、はい、そしたらこの時にね、これ、うん、あの現場では横田プロこれ打ちました、このまま、あ、このままそのまま打った、でもこれってほらニアレスト変わるでしょ、今度、うん、今度ここでイーライ、うん、それなんですよ、こっちはもうもっしゃもしゃ、もっしゃもしゃ、もっしゃもしゃだし、これまあ遠いやね、救済したことによって、ここは遠い、本当はそっちにここになるから、ニアレスここで、本来最初の時にはここだったけど、ここだけど、そう、カジュアルが、まあ一時的な水、うん、一時的な水で、うん、で今度ここになる、ニアレス、すごい、すごいね、そうしたらめっちゃいいラインにこれ、いやだからそっからワンクラブだから横田さん、うん、だけどほらこのアップヒルのさ、この超いいラインに置けるだ、ああ、そういうことなんですよ、すごい、まあそっからねワンクラブだからここまでもいけるっていう話になるけど、ここはちょっとダウンヒルになるから、はいはい、俺だったらもう ここだね、うん、狙うわここ、うん、そう、もうここにプレイス、そう、もう120点って言ってね、うん、これはもう、うわ、これあるね、すごい、これはでも知っとかないとダメです、ね、あのだからもっと膨らませれば、うん、そのまあ道路でもあとあのまあ異常なグランド、まあ、あの障害、あの修理地、はい、修理地の中の動かせない障害物も一緒ですから、修理地なんでドロップして、修理地の中の動かせない障害物、例えばマンホールがあったとする、ああ、それはマンホールのやつできるんだ、マンホールだけやります、お、それで近い場所が変わるから、そういうことなんですよ、はい、はなるほど、これがどこのコースで起きたんですか、横さん、八本松コース、ど何県、広島県、広島県、広島県、はい、八本松で働いてました、私、じゃろうじゃろうじゃろう、うん、あ、本当に3年働いてました、そうですか、名門、はい、八本松、あって思いました、話聞いてたときどのコースだろうって思いながら今2番、2番、2番ホール、2番、2番のロング右側、通を狙ってあ、池のが近くにあるところですか、ね、2番、2番の右の道路、上から、あ、右か、そう、でもこれはめっちゃ使えますよ、使えるね、うん、これはいいの聞いたよ、うん、うん、
いろんなケースありますから、うんはい、でも結構この融合は、はい、カート道路からのマンホールからのっていうのはね何回も見たことあるんだけど、ああなるほどね、うん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 、まさかのこのパターンだから、うん、そこなんかねそこに溝がついてる場合はそこでカートの一体とみなすとかあの付属の ローカルルールみたいなあるもん、ね、排水口はねだからそれ一体とみなしちゃってるんでね、それはだからローカルルールで出てない場合はみなさないんだからできるってことですもんね、うん、このケースねまさにこういったケースでなるほど、ね、やってもらえると。いやでもいいですよね、スコアもにもいいし、うん、そういうことなんです。変な状況になってプレーに時間がかかるっていうのもやっぱゴルフ的には良くないから、はい、全体的な流れ的にね、うん、こういうルールをしておくと、うんまあ、自分のためにもなるし人のためにもなるっていうのは、これは1打です。これも1打分かりますね、本当にどんなに練習してもあの減らせない1打ですよね、これ知るとしないです、ね、そう。いや古山さん今日は大変勉強になりました。いやいやこちらこそ足りないです。こちらこそこれ一日中できるねこのロケ、うん、古山さん多分ネタ帳まだねいっぱいあったからね、うん、これいろんなお笑い芸人かっつってね、うん、本当に、 いや本当にガンガンいきますか、うん、ちょっと言いましょう。いやでもなこれ多分好評になると思うからこのシリーズ、うん、ぜひぜひこういうのね、はい、あのうちのコースで勉強会やりたいとか、はい、うちの競技会研修会ぜひ呼びたいとかいう時はね、はい、ぜひお問い合わせいただけました。名門コースは無理だろうなこのキャラ無理だよなっつってね、うんはい、ぜひお願いします。ぜひ何かお願いいたします、はいはい、横田プロともうセットで、はいはい、ぜひ、はいね、ちょっと僕もね、はい、あの古山さん個人的に聞きたいことも結構いろいろあるんですけど、あなるほどなるほど、僕ちょっとねあの、はい、多分動画が残ってるんでこの後にピッてくっつけようと思うんですけど、はい、こうたまたま動画撮ってくれたんですけど、ちょっとねそちらあればとりあえず一旦見ていただいて、うん、おおすげえ落ちた落ちたそういうちょっとそういうジョークも交えながらはい、ということでどういう状況だったかっていうと、うん、あのまあティーショット打とうと思ったらスイングの途中でボールがポトンと落ちたんですよ。うん、でも止めれなかったんですよ、うん、もう落ちたなって、うん、でも打つ気はない、うん、でも止めれなくて中途半端な、うん、こう野球だったらスイング取られるぐらい、うん、感じ通過しちゃったの、通過しちゃったの、ふってで空振りっぽい感じになっちゃったってこと。そうそうそう、はい、まあ一流粒子ならあストそう、うん、スイングやってやるんだけど、ゴルフの場合これってどうなの。うん、で それルーリングで呼ばれたわけ。いやこれ普通にコンペでやって、うん、あそういうことですか。僕競技でも何でもないから普通にティーアップして打ちました。そのティーアップして打ったやつは何打目になるんだろうっていう、うん、あ何あ触っちゃったの。触ってない、もうスイングしてこう通過する前に落ちてる。打つ意思なかったわけでしょ。あなるほど、軌道も変えようと思ったんでしょ。うん、あ、うん、もうこれねだからね現場見てないとほら競技にもね、はい、難しいんですよ、うん、これ話聞かないと、うん、やっぱ打つ意思があったらそれダメだし、うん、でも打つ意思がなくてもうあやめあダメやべやべ軌道変えました、うん、セーフセーフ、あーセーフなんだね。これ多分意外とあると思うんですよね。確かにね、うん、いろいろそれ最低あるかもしれない。あの、うん、途中でヘッドが折れたとか、うん、あシャフトからヘッドが折れた、うん、もうそれは確かクラブと見なさないからセーフとか、うんうん、タイガーはよくあるじゃん、ギャラリーがいてでここでやめるの、ここはもうセーフだよね、うん、完全に、うん、でもこれっていうのはね、うん、いや本当奥が深くてね。えそれ逆にインプレーしてる、うん、その2打目とか3打目の状態だったらどうなってるんですか。いや同じでしょ。同じですわ、やっぱりこう外せば、あだこういうのね、多分イベントじゃなくてもね、動画送って採点してもらうとかいうサービスもあったらいいね。なるほど、うん、確かに、うん、なるほどね。はい、ということで、はい、あの興味ある方はぜひ古山さんに問い合わせてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。